1945年、西からは連合、東からはソ連軍がドイツ本国に迫っており、もはやドイツが降伏するのも時間の問題となっていた。場所は変わってハンガリー。44年より続いていたブダペストの戦いは守備隊の降伏により終結し、またハンガリー南部のナジカニッツァにある油田もソ連軍に奪われようとしていた。ヒトラーは戦争継続のためには油田の確保は不可欠と考えており、油田の確保とともにブダペストを奪還、さらにハンガリー方面の主導権を取り戻すための作戦が立案された。だがこの作戦を実施する際に、大きな障害があると予想された。それがドナウ川北岸、フロン川西岸にあるソ連軍の橋頭保であった。この橋頭保が存在する限り南部へ進行する主力の側面が脅かされる可能性があるほか、この橋頭保を起点にウィーンへの攻撃が実施される可能性もあった。そのためこの橋頭保を速やかに取り除く必要があり、これを目的とした作戦が今回解説する。ウンターネイメン、ズートベンド、南風作戦である。さて、いきさつを簡潔に解説したので次は独ソ両軍の状況を見ていこう。まずはドイツ軍だが前述したブダペストをめぐる戦いで主力がほぼ壊滅しており、その後のブダペストを奪還することを目的としたコンラート作戦にて装甲戦力にも大きな損害が生じていた。そのため南風作戦を実施する際には主力となる装甲戦力を西部戦線から引き抜き、作戦に充当することとなった。こうして集められた兵力が番書に記されている師団たちである。一方でこれに対峙するソ連軍は前述したドイツ軍の反攻を阻止したものの、装甲戦力に大きな損害が出ているほか、ブダペストの戦いにて損失した戦力を補充しウィーンへの攻撃の準備をしている最中であった。そして今回の作戦目標となっている橋頭保についてだが、この橋頭保はドイツ軍の反撃である第一次コンラート作戦の最中、ソ連軍の反攻によって形成されたものであり、グラン橋頭保と呼ばれており、第二ウクライナ方面軍の以下の師団が配備されていた。ただ肝心な装甲戦力がほとんどなく、作戦開始時に配備されていた戦車はわずか26両であった。45年2月17日、午前4時よりソ連軍占領地に対し2時間の準備砲撃が行われた後、第44歩兵師団、第46歩兵師団、第211歩兵師団がそれぞれ南進。第211歩兵師団こそバートの南西にて足止めを食らったものの、他に師団はソ連軍のパックフロントに足止めされながらも、フェルトヘルンハレ重戦車大隊と第 1SS 装甲師団のケイニヒスティガーが歩兵を支援し、損害を被ることなく対戦車砲を一方的に撃破しソ連軍陣地を粉砕。夕方にはパリス運河まで進撃、第 12SS 装甲師団の増援も加わり21時までには2カ所の橋を確保した。これに加え、ドナウ川北岸を防御していた第93個のエソ撃兵師団が突破したドイツ軍に対応するため当該地域から離れ、防御が弱体化したことを受け、ヨアヒム・フリードリッヒ・ヒューペ中佐が第96歩兵師団の一部より戦闘団を編成し、第239突撃砲大隊の20両の突撃砲の支援を受けながらドナウ川を渡過、一路エベドを目指し北進した。日付は変わって2月18日。夜明けに第 12SS 装甲師団に対しソ連軍が反撃を実施したもののこれを撃退。その後師団は第44歩兵師団を支援し、キスイハルより運河を横断しコボルクートを占領。一方で第46歩兵師団は2集団に分かれ東へ進撃。北分けメント、南割りバドへと向かった。これに加えシタウブバッサー大佐が指揮する第357歩兵師団より編成された戦闘団もこの日より攻撃を開始。西より進撃しオリアスプスタを占領した後にバートルケシを目指した。余談だが〇〇プスタは町の名前ではなく、〇〇草原という意味なのであしからず。ちなみにこれはあくまでゆっくりの推測なので間違えてたら申し訳ない。さて話を戻すと前日バート南西で足止めを食らっていた第211歩兵師団だが、この日第208戦車大隊の援護を得るもののソ連軍の抵抗が激しく前進できず、第36個のエ戦車旅団の反撃を受け南領下の戦車を喪失した。2月19日、橋頭保の南で大きな動きがあった。前日より進撃を開始したシタウブアッサー戦闘団はブーチとバートルケシを占領し、一帯のソ連軍を一掃。これに加え渡過したヒューペ戦闘団はエベド周辺にてソ連軍の反撃を撃退。第46歩兵師団はリバードと周辺の高地の確保に成功し、フロン川東岸のソ連軍の動きを観測していた。さらに第44歩兵師団と第 1SS 装甲師団は南進を続け、様々な障害があったもののベイラを占領、第 12SS 装甲師団は南進しムーズラを占領。どちらもその後パルカーニに向かって進撃し、前者は13時にはパルカーニに到着した。
これに加えヒューペ戦闘団の突撃砲とエステルゴムよりとかした第711歩兵師団もパルカーニに突入。戦車戦を含む激しい市街地戦の後パルカーニは陥落、その後北進しナーナも占領し、当該地域を守備していた第25親衛狙撃兵軍団の部隊は重装備を放棄しフロン川東岸に敗走した。ただドイツ軍も一方的な勝利を手に入れたわけではなく、前日第211歩兵師団を支援していた第208戦車大隊はケメンドに向かう途中にビビトプスタにて壊滅的な損害を負い、所有戦車のほとんどを失いこれ以上戦闘に参加することはなかった。日付は変わり2月20日、この日は最終攻撃兵の準備日であった。前日の夜中よりケメンドと空品であるマートヘの攻撃を実施していたがこれは失敗し、また前日の航空偵察によりソ連軍はブタペストより増援を派遣していることが分かった。そのため残りのソ連軍を素早く撃退する必要があり、軍団は再編成に注力した。また役目を果たしたヒューペ戦闘団は所属していた師団に帰還し、第 12SS 装甲師団は第44歩兵師団に取って代わられ、バート北西へと交代した。翌日である21日の白母より第 1SS 装甲師団と第46歩兵師団が空品であるマートに突入。ソ連軍の抵抗は激しく、大きな損害を出しながら21時頃にようやく町を占領した。この攻撃により残りの共闘歩はケメンドを中心とした幅10キロ深さ4キロのものになり、これを完全に取り除くべく、22日より攻撃が再開され、第 12SS 装甲師団が午前4時45分に北西よりバートへの攻撃を開始。一部重機関銃を搭載したハーフトラックのおかげもあり敵弾兵が町になだれ込み、これに加え第211歩兵師団も南よりバートを攻撃した。一部の T-34 が抵抗を示したものの、最終的にはベニーヘと撤退した。これにより午前中には町は完全に占領された。残された共闘歩は小さなものであり、最後の一撃を実施するために23日は再編成に当てられた。24日午前2時、この方面のソ連軍を殲滅すべく、ドイツ軍は全方向より攻撃を開始。午前8時30分にはベニーは第 12SS 装甲師団により占領され、ベニー北部のレアンドプスタも第211歩兵師団により占領。一方ケメンドへの攻撃は第 1SS 装甲師団及び第44歩兵師団が担当したが、37門の対戦車砲により構成されたパックフロントに足止めを食らったほかデイネイと化した道路により、装甲車両はまともに前進できなかった。それでも激戦の末戦線を突破し町への侵入を果たし、家一軒一軒を掃討し午後遅くにようやく町を占領した。ソ連軍はドイツ軍の渡河を阻止するために撤退する友軍もろとも共闘歩一帯を砲撃。しかしながらドイツ軍の目的は共闘歩の排除であり、この砲撃による損害は大きくなかった。ケメンドとベニーを完全に占領したことによりドイツ軍は作戦目標を達成。17時20分に第8軍より南方軍集団へ共闘歩が除去されたことが報告され、南風作戦は終了した。こうして作戦はドイツ軍の勝利で終わり、これは対戦中のドイツの最後の勝利として知られている。ある敵弾兵は、あれは、私たちの最良の日々が再来したかのような攻撃だった、と回想している。攻撃が成功した要因としては天候がドイツ側に味方したこともさることながら、舗装された道路が戦車に有利に働き、さらには SS 軍団が完璧に隠蔽されていたことからソ連軍が攻撃を予想できなかったためである。結果としてドイツ側は損害は兵士6471人、装甲車両が約130両。ソ連側が兵士8194人、装甲車両54両及び火砲495門であり、一見ドイツ側の損害が大きいように見えるが、装甲車両のほとんどが修理可能であり、例としては重戦車大隊の44両の戦車のうち完全に喪失したのはわずか1両であり、車両の損失はそこまで大きくはなかった。しかしながら戦闘の際に矢面に敵弾兵が立たされたことから歩兵の損害が大きく、熟練の歩兵をここでも多く失うこととなった。最終的に共闘歩が除去されたことから次作戦において、側面が危険にさらされることがなくなったが、今まで隠蔽していた SS 軍団がこの攻撃でソ連軍に露見することとなり、ソ連軍に防御陣地を構築するための時間を与え、次作戦が失敗するのはまた別の話である。それでは今回はここまで。ご視聴、ありがとうございました。